はい、こんにちは。片岡さん。はいはい。前回ミーティングの裏側というものをやったと思うんですけど、はい、あれを実際に見せていただくことってできるんですか？これは結構なんていうの、外に漏らしちゃいけないような内容も含まれてくるからね。あまりしていいんかなっていうのはちょっとこうあるけど、だいたいプロ野球のミーティングって皆さん何されてるのかなってすごく思われてる方多いと思うんですね。そうですね。だからだいたいホームチームの時は4時に泣いてやった練習、ホームチームが終わってからだいたい4時半過ぎからちょっと10分15分、はい、やるんですけど、それちょっと やってみましょうか。見せていただけるんですか？特別や。特別に。はい、お願いします。はい、じゃあミーティングを始めますっていう感じで、ミーティング始まります。で、先ほどスコアラーが、今日の先発ピッチャー、例えば、ジャイアンツの菅野とか、ヤクルトの小川とか、横浜の今永とかっていうふうな、はっきりとこう投手の名前を書くんですけど、それを書いてしまうと、なんかこう、内部のことが漏れてるというふうに思われるといけないんで、あえてこれ、ミー投手というふうに書いてます。では、それで、先ほどスコアラーが、ある程度の投球内容を、各選手に渡します。もちろん、チーム全体で、こういう配球だということは言うんですけど、もちろん個人によっては違うんですね。全員がこうじゃないけど、こういうような傾向だねということを、ミーティングで、説明していきます。どのチームも先取りスコアラーというのがおられますので、例えば、火曜から始まる3連戦、金曜から始まる3連戦を前に、前回登板、前々回登板ぐらいを見に行ってもらえるようなローテーションで、先取りスコアラーが、今日の先発投手、例えば、右投手の場合ですね、右投手の場合のミーティングをするときに、その前回登板した時の映像をちょっとこう見ながら説明してくれます。まず、例えば右投手、球種、まっすぐ、これスライダー、カットボール、ツーシームですね、でフォーク、チェンジアップ、カーブ、シュート、大体最近のピッチャー、これぐらい球種投げます。はい、こうやって数えると、1、2、3、4、5、6、7、8もあるんですよ。だこうなるとバッターが迷うんで、大きく分けて、はい、このまっすぐ系ですね、ストレート、ツーシーム系、カットはねちょっと違うんですけど、大体速いシュート系ですね、それを一括りにして、あとはこのフォーク、チェンジアップ系の、また緩急使う球種を一つにして、このスライダー、カットボール系を一つにすると。だからたくさん球種があればバッターが大変なんで、ある程度その一括りというふうなことで、選手に伝えることが多いですね。で、ここに球速書いてます、それでこれは左右で前回登板した時の大体パーセンテージです、これは極端にしてますけど、大体どのピッチャーも今まんべんなくなります。ただタイガースの場合は大変なのはこの左バッターね、これは全体のこれちょっと大場に書いてますけど、左右の配球表というか、例えばピッチャーが80球、90球振れば、アウトコースにこのまっすぐカット、ストレートが来ますよって、でインサイドにはシュート、ツーシーム系で、低めにはチェンジアップ、フォーク系、これが何割来てるっていうのを出します。で、左もこういう形で出るんですけど、これ左の場合っていうのは、大体、インコースに速い系ですね、で、外にちょっと抜き系、で、下に落とす系というふうなのがあるんですけど、これがタイガースのヘアバットの場合は、例えば、神宮、横浜、東京ドームの時がこういう配球で来てもですね、同じピッチャーが、はい、甲子園に来ると極端にこのインコースが増えるんですよ。それ何ですか？甲子園は何ていう風が吹きますか？浜風。そういうことですよ。浜風が吹くんで、これインコース何本打ってもなかなか長打にならないんですよ。はい、神宮、横浜スタジアム であれば中段より上のライナーのホームラン、もしくは東武ドームであれば弾丸ライナーで看板を当たる打球ぐらい打球打たないとなかなか本塁打にならない、はい、ですから甲子園の時の配球というのはガラッと変わるということを説明します。なるほど、ではここで、これから狙い球について結構説明していくんですけど、これ左右ですね、大体この表を見てもらったらほぼアウトコースに8割、大体こっちに 80%、ね、でインサイド 20%、で左逆に言うたら外に 70%、
インサイド 30%。 これは例えば初球ワンボールツーボールとか、はい、ツーボールワンストライク、まあスリーボールワンストライクっていう時の打者有利カウントでの投球、これはもちろんランナーいない時ね、ランナーいない時っていうのは基本的にどんなピッチャーでもほぼバッテリーアウトコース主体になってきます。まあ、長打警戒ということ。次これ、ここで言うと、右打者だったらほぼインコースと、縦の変化ですね、チェンジアップ、フォーク系で、この左バッターですと、インコースとアウトコース、ツーシームにちょっとこうカーブが入ってくるという、打ちとどんどん投げ分けというふうになってくるんです。あ、なるほど。これは明らかにこれと変わってますよね。変わってますね。でこれは何だというと、得点圏。ほう。ランナー2塁にいたり、3塁にいたりって得点圏の時の、まあ、入り球、はいはい、もしくは打者有利カウントですね、さっきの言う時は、ほぼ外中心だった左右の配球から、特に右打者の場合は、ちょっとインコース使ってきますよと、シュート系のボールを。なるほど。それよくあるパターンとしたら、まあ、ランナーが一塁二塁の時なんていうのは、ゴロを打してゲッツー取りたいと。そうですね。いう時に、このツーシーム系なんてちょっと沈むとゴロになりやすい、はい、もしくはこの低めで空振り取りやすいというふうな配球になりますよということを説明します。逆に左の場合っていうのはほぼ外だった、配球がうちのカット系だ、これで詰まらして、ゴロを出そうとしてきますよ。なるほど。まあ、基本的にその左バッターの場合はうちに早く、まあ、外に遅いという緩急が主体なんですけど、だからその辺をしっかり整理して打席に入ってくるよというふうなことを選手に伝えます。それで、まあ、さっきのその甲子園の配球変わりますよっていうんじゃないけど、よくあるのは最近どこのチームもキャッチャーがレギュラー1人っていうチームが少なくなりましたよね。そうですよね、最近ね、コロ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 。だから今度はもうそのキャッチャーによってまた配球変わる、はい、もちろんキャッチャーっていうのも例えば、まあ、タイガースであれば、まあ、梅野原口っていうのがいればね、同じ配球しないんですよ。これはね、不思議とライバルだから全く違った配球になることが多いんです。そこはそのコーチからの指示とかじゃなくて、もちろん、コーチといつもミーティングしたり自分でビデオ見たりしてますから、まあ、これはやっぱり、ね、同じ配球だったらキャッチャーとしての変える意味がないってことになってくるんで、もちろん打つ方はそういうのミーティングするし、今度は守る方もバッターがこうやって打ってくるっていうミーティングをしてるんで、キャッチャーは個々の配球って大きく変わる、はい、ことが多い。それはキャッチャーがキャッチャーで変わったら、この8、まあランナーいない時、無走者の時の、まあ、入り球ですね、入り球が違う捕手になればね、カーブが入ってくるよとか、あまり投げないカーブに出てくるよとか、初球に全くこのボールをつかなくなるよとかいうふうな大胆なことをしてくることが多いです。ということは、そのキャッチャーの性格も影響してるところってやっぱりね、3連戦やるとバッターの癖とかね、好不調って分かりやすいんだけど、1試合1試合でどうしても自分で無難に行きたがるもんなんだよ。あで、レギュラーになってると、はい、3連戦で2勝したらいいと思うやん、はい、けどたまに出ると今日勝たないといけないわけよ、うん、だからなかなかここで言うたら、まあ得点圏の時にインコースで、これはまあ普段普通こんな配球だけど、たまに来るキャッチャーっていうのは、これを長打されたらやっぱりベンチ帰ってなんであれ掘らしてって言われるわけです。そうですね。だからあまりこれは減るよと、全体的にはことはこれ増えてるけど、どっちかといえばランナー出てもこういう風な外主体の配球になりがちになるよという風なことを選手に伝えると。あ、なるほど。で、これですね、一番下にあるのは右打者の場合だったら、まあ得点圏になればこういう風な配球になるよというようなことを言うけど、これは大体、まあランナーがいてもいなくても追い込んだら、はい、追い込んだら今度は、三振取りたくなるから、こういうカットスライダー系もしくは低めの、フォーク、チェンジアップ系が増えるよと。だからそれであまりインコースっていうのは減るよということを説明するわけです。なるほど。あくまでこれは傾向なんで、はいはいはい、でもこのバッターっていうのは8割こうやって来るよって言ったって2割のここが気になるんですよね。もしっていう、そのもしなんですよ。だから
選手はいやいや一球来ましたよみたいな。いやいや十球投げたらさ一球か二球はこんなん来るだろ。言いたくなるけど、だからあくまでそれはベンチで今日の配球はやっぱり自分で見なきゃいけないよと。あくまでこういうふうな、傾向出てるけど、今日また変わったことになるかも分かんないからベンチでこういうふうな配球になってるか見てくるよと。例えば左の場合言ったら追い込めばよくあるパターンとしたらもう完璧な高低で来るという、はい、高めのまっすぐかもう低めのこういう落ちるボール系、はい、これ横変化というのは左バッターの場合当たりやすいからバットに、はい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 、だからここでポップフライ三振もしくはここでボール球の落ちるボールで空振り取りたいというだからあまり追い込まれた時にはこういうふうに配球変わりますよということを伝える。なるほど。でこれまあの全体的なね投手に対してのまあだからこれ打率ですよ40打数10安打2割5分、まあ、40打数10安打2割5分なんですね、はい、でこれ右バッターの、まあ、大体これ安打がもっとまた出るんですけど大体安打ゾーンはこの辺やでと真ん中から少しインコース気味ほんで凡打ゾーンがアウトコースに多いよと、まあ、低め空振りゾーンですがで、逆に左バッターというのはインコースの凡打ゾーンが多くて安打ゾーンはこの横に広いよというベルト辺に広いよというふうな大体こうデータが出てくるんですね。そうしたらこの配球を見てね8割このアウトコースに来るんですと。その8割で来る一番たくさん、来るボールに対してこれだけボンダが多いんですよ、はいはいはい、だから特にランナーいない時 打者が有利なカウントの時は思い切ってこのアウトコースを狙いましょうと言うんですよ。だいたいこのだいたい個人の多少の違いはあるんだけどだいたいこのところに来るんですよ、はい、でピンチとかになればなるほどねなくて七癖でこういうふうな癖が出てくるんですよ。なるほどなるほど。だからこれを言ってみんなにじゃあこの時やったら何狙うとで例えば得点圏行きましたと得点圏行ったらこれだったら何狙うっていうことは、まあ、確認したりするんですよ、はい、ほなみんなじゃあもう、センターバッターで2ボール1ボール、2ボール1ストライクだったら思ってアウトコース狙いますって言うんですよ。そうやろうとでそれでインコースでは仕方ないんだと言うんだけどたまにベンチでこの2ボールとかね、1ボール、2ボール、1ストライクから、はい、このインコースのシュート系をね、完璧に打つバッターいるんですよ。それは味方でありながら、はい、カーンって返しに行った時に、俺はおいって言ったんです。その時に選手に、おい、俺今日ミーティングで、打者有利カウントアウトコース来るって言うてへんかったかって言ってました。あいつ来てたかなって、どうですかね言うて言うことはたくさんあります。